今日はまなえさんのお家に来ました。早速入ってみましょう。いらっしゃいますかね。はーい。まなえさん。スタッフマネージャーのまなえのお宅を拝見させていただくことになりました。よろしくお願いします。お願いします。はい、で私が気になったポイントどんどん教えていただきたいんでよろしくお願いします。できる限りお答えしたいと思います。はいはい。じゃあ早速気になるところ玄関の照明ですね。これはまなえさん教えてください。かっこよい。そうですね、これはルイスポー戦車のアルバスルンという照明になりますね。ルイスっぽくないですね。そうですね、ルイスっぽくない。ルイスっぽくない。なんか外部の照明ってあんまり普段ね見る機会って少ないかもしれないんですけど、まあ。ルイスポールセンの、中でもこう、ポーチっていうんですかね、アウトドア用っていう形である照明器具の一つですね。こういうの、今まだ買えます？全然今も買えますね。これちょっとね、いろんな種類がね、塗装とかの色味とかの種類はあるんですけど、これちょっと亜鉛メッキ塗装のタイプなんで、塗装っていうかね、亜鉛メッキのタイプですね。なのでちょっとね、よくガードレールとか、そういったところで使われてるような仕様のものになってます。だから汚れてかっこいいものがいいなと思って、これだったら全然。だからもうだいぶね経年変化してるので、こういうなんていうのしらっちゃけてるというんですか、なんていうんですかね。はい、そういう感じのなんかね年数経つとまあサビとかも出てるんですけど、それがねまたかっこいいみたいな感じになるかなと思ってる感じです。はい。すみません。これ光ります？これ光りますよ。夜光ります。これはねセンサー一応かましてて、であそこにセンサーがあるんですけど、通路を通って結局ここがピカンと光ると。はい。だからフットライトになるのでこの辺りの壁が光って、まあここの動線でしたねを照らしてくれるっていう感じにはなってます。はい。かっこよい。はい。ありがとうございます。じゃあ。はい、こう目につくところがこちら入ってみてください。はい。これは？これは山口一郎さんの絵ですね。原画ですね。はい。素敵。なんかね鳥でこうなんか運んでくれるんじゃないかと。はい。いい運をねこう運んでくれるとか、まあまあいろんなこうなんかね思いも持ちながらというんですかね。なるほど。はい。っていうのでちょっと玄関に。選んだわけですね。そうですね。させてもらってます。はい。これはどういったものですか？はい。こちらもルイスポール戦車のpH の2-1ですね。アイコンにもなるような感じで玄関をちょっとぼんやり照らしてくれるっていう形で。玄関で一番気になるところ収納どんな感じですか、まなえさん？一応まあここにねセパレートの上下の収納はあるんですけど、そんなに多くは。収納はできない感じではあるんですけど、まあちょっともう厳選してっていう感じですかね。ベビーカーとかどこに置いてるんですか？ベビーカーも使う時はまあここにちょっと畳んで置いたりとか、まあ車でねそのまま中に入れてたりとか、まあそういう感じではやったりはしてますけど。なるほどです。はい。古風のスリッパラックになりますね。はい。スリッパラックここで埃溜まりやすいからいいですよね。ここそのまま掃除できるっていうのが。スイッチですかね。そうですね。高さがちょっとやっぱりこれが低い、一般的に比べると低いかなと思います。はい。でまあこれはまあ建築家、まあお家自体ね建築家の方にちょっと依頼させてもらってでお願いしてちょっといろいろデザインも含めしてもらってるとこはあるんですけど、あっちからもこっちからも届く場所でど真ん中に据えたっていう。その位置関係っていうよりは高さかな。例えばこういうところ階段の電気なんですけど、で手すりがここなんですよね。でここでパーンとつけてこう、高すぎとここでつけてこうみたいな、このままのこうみたいなっていう感じの高さの位置関係にしてるっていうのは、だからあとドアとかもそうなんだけど、ドアの手すりのところの高さみたいな感じに、手すりというかね、取っ手のところの高さになってるっていうのが一個、まあ、建築家のこだわりというんですかね、そういう感じで。動きを見据えての位置ですね。そうですね。ただね、子供がねいると結構低いんで、子供の高さにはちょうどいい感じ。ああ。なので一人で電気つけるケースの教育ができますね。そうですね。はい。でも勝手にめっちゃつけてるけどね。遊び場1個増えるみたいな。そうそうそう。山田さん、ちょっと。ここ私見つけてしまいました。ここなんかありますね。隠し扉的な。隠し扉。収納。気持ち開けていいですか。どうぞどうぞ。まあ一応この階段下のスペースをこううまく使いながらというところで、まあいろいろとね、トイレットペーパーとか。なるほど、余すことなく。はい。っていう感じです。はい。はい。はい。お願いします。こんな感じです。目に飛び込んでくるのが正面のこちらは何でしょうか。この黒い物体ですね。物体。はい。こちらがまあ薪ストーブですね。はい。まあこの家建てるときにやっぱりこう一個ポイントとしてっていうんですかね。絶対これを入れたいなっていうところで、この薪ストーブとあとまあこっちのソファーかな。この薪ストーブとソファーありきの空間のまあ設計というんですか、まあそういう感じをやっぱり建築家の方にもお願いしてということで、この形が作られたっていうところありますね。ここに子供がまだちっちゃいので、こういうゲートをつけてます。安全第一で、このゲートあんまり見たことないんですけど。一応ね、薪ストーブと、まあ、セットっていうか、薪ストーブのなんていうんですか、オプションみたいな形で、メーカーさん、薪ストーブのメーカーさんが出してますは、いや、薪ストーブメーカーさんが出してるところもあるんだけど、まあ、コネクトでももちろん取り扱いをしてるっていうか、そういうアクセサリーですね、の中の一つとしては扱ってるので。なんかこう2階に上がらないよとかね、ゲート柵っていうんですかね、そういうのとはちょっとまた違った感じの部分にはしっかりしてる感じですね。だからね、白とかが多いけど、これは雰囲気よくてすごい素敵ですよ。あ、はい。通常薪ストーブで多分置くっていうイメージだと思うんだけど、まあどうしてもこういろんなものをこう浮かしたいというか、なんかすっきりさせたいっていうのもあったので、こういう壁掛けの薪ストーブを選んだっていうのは、もう本当にもう見た目から入ったっていうのはありますね。なのでこの壁とかも、もうコンクリートの柱を作って最初からもうそういう設計にしてるので、こういう壁掛けにして煙突の外に出してるって感じですね。ちなみに壁掛けの薪ストーブ他に買えますね、今だったら。あります。ありますか。これじゃなくても、まあ、こういう空間作れるってことですね。そうですね。それは全然今もできるのはですね。じゃあ早速。あ、上なんですね。そう、これがね、ガルウィングっていうかね。ガルウィングって。ガルウィングってわかるのかな。え、ガルウィングって。車のガルウィング。あ、なるほど。そういう感じの、これがまたかっこいいというか。じゃあ、作る。まあ着火剤でこれつけてるんで、だいたいまあこれでもう。オッケーって感じ。キャンプファイヤーのようにあれ近くに組むんですね。そう。ちょっとちょっとやっぱり空気層を設けてあげてっていう感じで、もうこれだけでおしまいって感じ。今何しましたか。どれ？ここ？あ、空気の調整？そう、空気ちゃんと空いてるかなみたいな。なるほど。っていうところです。はい。下に敷いてるラグの理由は何でですか？あ、これ？このラグは、まあ、ウールのラグなんだけど、どうしてもこう火をね、薪を足したりするときに、開けたりしたときにちょっと火の粉が飛んだりしたときに、やっぱり床フローリングなので、そこに火の粉が落ちてちょっとこう焦げとかね、そういうのを防ぐためにウールのラグを敷いてます。ウールはやっぱ燃えにくいので、おすすめするのは床からあれする。そうですね、床にタイル張ったりとか、あとまあガラスのものを引いたりとか、あと鉄板っていうかね、鉄板のプレートを引いたりとか、そういう感じで仕上げてあげることがまあ一般的に多いのは多いかなと。薪置き場も考えた上でお家作られました。まあ、一応置く想定でっていうところで、あとまあこう物干しというかね、洗濯干しも含めた感じではちょっと外に。兼用の場所があるんですね、はい、うん、ちょっと屋根がついてる感じで、やっぱ雨濡れてるとね、あんまりこう燃えがやっぱ悪かったりするから、うん、そういう意味ではあった方がいい、うん、いいかなと思います。まあもちろんね、屋根付きの、まあ、ギラックみたいなのもあったりはするので、まあ、そういうものも選んでもらうっていうのも一個方法かなと思うんですけど、うん、なるほどです、はい、こちらのコーナー見つけました。真奈美さん、お子さんいらっしゃります？はい、いらっしゃります。いらっしゃります。何歳ですか、お子さん？ちょうど今ね、2歳になることですね。女の子、はい、女の子がいらっしゃるということで、はい、お子様コーナー、多分どの家庭もお子様のコーナーどうしようか悩みの種やと思うんですけれども、すごいスッキリされてますね。そうかな、なんか、うん、まあキッチン専用キッチンを見せちゃって、はい、こちらがIKEA。そう、これは IKEA で買ったやつ。組み立てが結構大変だったやつ。はい、よくね、なんか検索するとね、めっちゃ、結構皆さんいろいろたくさんね使われてる方も多いと思うんですけど、アレンジして使われてるっていうやつですかね。そんなタイプも多かったりするかな。でピアノと、これは可愛いのピアノね。可愛いのピアノ。本物の顔。そうそう。本物の顔じゃないじゃないですか。可愛いって。そうそうそう。これはい。音色確かめていいですか。どうぞどうぞ。なるほど。うん、こんな感じで。優しい。そうそう。なるほど。でいっぱいおもちゃ出てくると思うんですけど、これが一応ね、この中にちょっと詰め込んでるみたいな感じにはなってるかなって感じです。でもうここら辺バーって広げて遊ぶ、しまうっていう、そう、もうガサッとしまう。まあこっちのね、下にもいろいろね入ってたりはするんだけど、積み木だったりとか、こんなやつがね、リアルにずっと遊ぶやつだけど、あんまり見せたくない。結構ちゃんとあるみたいな。やっぱね、思ったのが、子供のやつって色がね結構鮮やかなやつが多い。だからバラッと見えてると結構ガチャガチャしちゃうっていうのはすごくなんか思ったところですかね。ただまあね、こういうなんかシールとかあったら可愛いしとかね、この辺もちょっとこう可愛い。植物の位置独特だなって思って。ああ、なるほどね。マジ切り代わりにしてるのかなと思います。あ、確かに。でも高さがあるので、一応こう目線ので1個こうゾーンとしては作りやすいかなと思ってるので、なんとなくやけどこの位置になってるっていう感じはあるかなと。まあ結局はね、やっぱわーってなるので、普段はねなるので、意外と動いたりはしてるけど、まあ一旦はここが定位置みたいな感じはあるかなっていう感じですね。照明教えていただいていいですか？はい、これね、照明はなかなかこれ今までコネクトであんま登場してないかなと思うんですけど、これはね、パンドゥルっていうブランド。パンドゥル。はい、パンドゥル。向こうですか？そう、デンマークになるミニビップっていうタイプのものですね。ミニビップ。はい。調光はね、一応これ白熱球なんで調光を一応つけてはいるんですけど、あとね、面白いのがこれ結構こう動くのよね。こうなるよね。なので意外とね、そう間接的にも使えるし、そういうのがね面白いなと思ってこれをちょっと選んだっていうのはありますね。これはもうつけようと思ってやめたってことですか？ああ、よくお気づきで。これはね、一応なんかまあそもそもやっぱりね、いるんじゃないかっていうと、多分皆さんそう思われる方多いと思うんです。絶対いると思って、マストなものだと思ってます。リビング真ん中欲しいよねみたいな話が多分あると思うんですけど、結局使わなくて全然大丈夫みたいな。こことこのコーナーで言うと、そうやね。そう。で間に合っている。基本的にこれ1個だけとかでも十分。あ、間に合ってます。ストーブがあったらこれも明るいですね。そう、ここでも光が取れるっていうのもあるし、まあやっぱりしっかり壁をやっぱ白にしてるし、壁面がしっかり出ると明るくやっぱり、ね、目線の先が明るいとやっぱ明るく感じるので、まあこれぐらいでかなり十分というか。じゃあこのリビングのメインになっているソファーなんですけれども、こちらの話を教えてください。どういうものでしょうか？これはフリッツ・ハンセン社のアルファベットソファーですね。まあコネクトでもやっぱりよくね紹介っていうか登場するソファーかなと思うんですけど、まあブロックになってて4つのブロックを組み合わせてるような、まあ、ソファーになりますね。でまあ今だからこのそもそもやっぱりこのソファーっていうのも欲しくて、まあだから薪ストーブとソファーっていうところからスタートしたっていうのもあって。なんでこの色なんですか？やっぱり合わせやすいっていうのが一つポイントかなと思ってて、でちょっとこうグラデーションにはしてるんだけどポイントに持ってポイントをつけながらっていうので、ブルー系でちょっとグラデーションにしたっていうのはあるかなっていうところですね。で、まあ、クッションだけちょっと色味をあえて全然変えてちょっとアクセントでっていう感じでやってます。ジーンズ何でも服選びませんもんね、持ってくる色。そういう感覚でまあ、ブルーを選ぶ。